さて、はい、我々やってきておりますこちらなんですが、はい、札幌市、はい、東区、はい、北10、うん、4条、はい、東5丁目界隈何の語呂合わせでもなんかよくわからないえ先日ね、地下価格が発表されまして、はいはいはい、この辺り、はい、市内でも4番目って言ったっけ、言ってたっけ4番目、私言ってないけど、まあ、4番目にグンって上がってる、おー、そうですか、土地なんだって。上がってんの。ちょうど先週の火曜日でしたよね、はい、そうですね、ね、一掘りでも取り上げていましたけど、はい、東区の北14条東5丁目住宅地価格が4位、去年からの上昇率が1位ということで、その要因は、まあ、新幹線が来るからかいなんていうお話もありましたが、意外とじゃあちょっと知られざる何か魅力があって上がってるのかもしれない、うんうん、ということで、はい、今日は私たちが足でその情報を稼ごうじゃないか、はい、おなるほど、はい、ということで、宅脇がですね、地価上昇の要因、はい、なんか他にあるんじゃないかということで独自で探ってみたいと思います、はい、もうさ新幹線、すぐこっちが環状通りなんだよね、あ、はいはいはい、ほら北14条東5丁目、これ環状通りね、こんにちは。あ、こんにちは。どうもよかったら、はい、今日時のブラリサーチっていうコーナーで、タイヤシティさん、タイヤシティ、はい、タイヤ屋さん、タイヤ販売とか交換とか、はい、どうですか、今年の売れ行きは。まあ、これからなんであれですけど、時期ですけど、でもいろいろタイヤとかも値段上がってるし、結構お客さんもシビアだと思うんで。あ、旭川ですよ、ね、そうですそうです、東川なんです。あら本当ですか。あら東川でもやっぱり小橋明さんは有名ですか。いや、有名です。もう地下とともに気分も上昇したところで、ね、あのうっかり要因を探るのを忘れてました。聞いてた。綺麗にする意識がやっぱり高いのかね。ねえ、あきちゃん。ええ。ゴミは収集日の朝8時半上り合って、カラス対策も。よく見っけた。いたずらカラスよさようなら。あら。こういうところが地価上昇につながってる。なるほど、こういう啓蒙活動も大切ですよね。タクちゃん、あの箱みたいのなんだろう、車？箱？コンテナの中に。コンテナの中に車が入ってる。面白い。面白いですね。なんで？外車。1972年。フォード。フォード。あ、同級生だ。フォードブロンコ。同級生、うん、あ、1972年、うん、お、フォードブロンコだって。これもフォードの1956年。すごいね、かわいいね、これは、ね、ポップですね、この色がね。いくらするんだろう、聞いてみるか。いや、すっごい可愛らしい、ね、このあの、なんていうの、アンティークカー、はい、ヴィンテージカーに心奪われて、お店の店内だけ撮らせていただくとかって。あ、それは全然いいです。あ、本当ですか。うん、あ、ありがとうございます。いろいろな調度品とか。あの、車屋さんっていうよりも、ヴィンテージショップなんですよ。あ、そうなんですか。だからこういうのをアメリカから輸入して、インテリアだとか、この、ヘアスタイルは映していいですか。かっこいいですね、これね。いいね。まあ、気になる方はね、お店の方にヴィンテージアイテムを取り扱うグね、あのお店の方に聞いてみてください。ヴィンテージアイテムを取り扱うグッドタイムズ、1950年代を中心としたアンティークランプに家具、それから旧車、まあヴィンテージカーですね、まあ、そういった本場アメリカから直接仕入れているというね、お店なんですね。ほら、見て、たくちゃん、ジュークボックス、すごい。これも販売してるんですか。そうです。これは1958年の。うわー、すごいね、これかっこいい。それも全部動くようにして販売するんです。車もこういうのも全部。今は動かないです、これ。今はまだ動かないです。あ、はいはい、あのコンテナの中に入ってるやつは、あれはフォードのブロンコっていうやつで、はい、あれもフルレストはしてあって、あの、ヴィンテージカーはやっぱ数も限られてるし、確実にあの値段が、なるほど、確実に上がって、確実に上がる、投資としてもいいんじゃないですか。あ、そう、投資として、そういう人も中にはいます。
まあ、値段が気になるという方はお店の方にぜひ聞いてみてください。オープンして15年というグッドタイムス、この場所の魅力を聞いてみると、まず駅が近い、し、美味しい食べ物屋さんがたくさんある。確かに環状のね、そうですそうです、便利ですよね。便利です、便利です。駅が近いとか美味しい食べ物屋さんがある、それいいね。ね、まあ、東区なんですけど北区に近いっていうか中央区に近いというか、自分たちはなんかそういう感覚、やっぱりもともと利便性がすごくいいところなんですよね。ね、まあ、新幹線が近くにやってくるよっていうのも要因の一つとしてはあるとは思いますけど、とても素敵なお店と出会いました。ありがとうございました、そしてご主人に美味しいお店教えてもらったりしたんですけど、先ほどのタイヤ屋さんの方とか、でもねちょっと閉まってたり、 あとすごい行列ができてたりで、ちょっとね取材できなかったんだよね。でさあ、じゃあ足で稼ごうってことで住宅街歩いてたら見つけました、のぼり、なんだのぼりがコーヒーの絵が描いてる、カフェ&バー、カフェ&バー、どうなんでしょうね、酒瓶が見えますね。酒瓶、そういうのはすぐ見つけます。もしあれだったら取材させていただくっていうのは可能だ。あの、もう本当に今バーって感じ。そうなんですよね。オッケーです。おお、はい、ありがとうございます。失礼します。うわ、かっこいい。ああ、奥がなんかちょっと和室みたいな。そうなんですね、ちょっとダブトン引けばこちらも普通の家をこうお店用に改装したような感じ。あ、そうですね、あの僕の元々おばあちゃんの住んでた家で、改装してっていう形です。へえ、いや、ほんとね、住宅街にポツンと現れるカフェ&バー、パーチーさん、去年の8月にオープンしてテレビ取材初めてだそうです。ありがとうございます、はい、ランチはね、キーマカレーとパスタセットなんですが、カフェ&バーで、だからまあお酒もいただけるっていう。あ、そうですね、昼からも飲めますし、逆に夜を、カフェとしても使える。そういうことは言わないでください。昼からいただけるんですね。目つきがちょうど見てハッピーアワーだったんですよ。じゃあしょうがない、安くてってね。で、おすすめのパスタを共に注文しました。気になったのがね、お店の名前はってことで、パーチって泊まりって意味でして、まあ、いろんな人生がある人が羽を休めにここに来てくれればいいかなって思って。いいですね、はい、ちょっとこう立ち止まってですね、こうね、ずっとせか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 突っ走ってきたけども、ちょっと立ち止まって、まあ、ちょっと止まってみませんかみたいな。そうですね、素敵ですね、ね、素敵な店名でございます。で、料理は牡蠣とこれ、海苔のパスタ、うわ、お酒に合いそうですよね。うわ、大きい大きい、いただきます。牡蠣がいただきます。いいね、牡蠣と海苔、ぴったんこ。ああ、そう、ぴったんこ、クリームが絡んで、美味しいです。ああ、そうですか、ちゃんとこの、あ、チーズのとろけて、チーズとキーマと、はい、たまりませんね、食欲をそそるこのスパイシーな香り。あ、熱いよ。すごい香りスパイシーだから辛いのかと思うと、食べたら結構前のマジですね。はい、あの人参と玉ねぎ結構じっくり炒めてから合わせてるんで、野菜の甘みだと思います。やめなさい、もういかにもいかにもレモンサワー待ってる。いやレモンサワー、やっぱりお酒と牡蠣はぴったりですよね。そうですか、はい、ハッピーアワーを存分に利用しまして、レモンサワー合うでしょこれ。合いましたよ、いただきました。でもいいお店、本当足で稼ぎましたね。本当本当、パスタの種類も他にもあってね、他にもあって、よかったですよ、はい、これね、あの土佐さんの家族が建築系の会社ということで、1年ぐらいかけてリノベーションしたんだって。そうなんだね、はい、まあ、こういったね、おばあちゃんとの思い出の家でお店を開くっていうのもまたいいですよね。はい、ブライサーチでした。